はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2024年令和6年の3月16日の土曜日。今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日はですね、3月の16日ということですから、2024年令和6年の3月も折り返し地点を過ぎてもう後半ということになります。そして今日はですね、もう朝から天気が良くて、もう結構暖かい風も吹いていて、まあ、今日の気温がですね、だいたい18度、19度ぐらいまで上がるということですから、まあですね、今日明日は本当に暖かい、週末になりそうですけれども、来週はですね、水曜日、20日か、のですね、春分の日はちょっと雨の予報となっているので、少し来週は一旦気温も下がるようですけれども、まあ桜もですね、もうこの週末過ぎ、来週には一応開花宣言の予報となっているので、ただ結構冷え込むというか、また寒さが戻ったりする時もあるようなので、一気にですね満開までというわけでなく、じっくり今年も長い季節というか長い期間桜を楽しむことができるかもしれないというふうな気がします。今日で、そしてですね、自分なりに学びたい四文字熟語については、今日の日本経済新聞朝刊にも掲載されていましたけれども、北陸新幹線のですね、金沢敦賀間が今日開業ということに学ぶ、断崖絶壁という言葉を学びたいなと思っています。まあ、断崖絶壁というのはですね、何か深い意味があったりするようなわけではないですけれども、この福井まで、この北陸新幹線が延伸するということで、東尋坊だとかですね、まあ、例えば永平寺とか、まあ、そういったところまでの観光が行きやすくなるというような気がしてるし、実際に経済効果もですね、588億円ぐらいあるかもしれないというような、この、なんていうんですね、予測もされていたりするので、まあ、この断崖絶壁というですね、まあ、よくも悪くも実際な風景で言えば、この断崖も絶壁も切り立った崖のことを指す言葉となっているので、この2つのですね、熟語を並べる形で、この断崖絶壁という言葉にして、この切り立った崖ということを強調するような、まあ、組み立て方の四文字熟語となっています。このですね、東北じゃなくて北陸新幹線の開業、まあ、この金沢までは今までもですね、もちろん通っていましたけれども、そこから先福井敦賀までが今日開業ということで、まあ、これから先ですね、京都やそれから新大阪に向けても延伸の計画があるということで、まだこの辺りの地域に関しては未着工ということですから、仮に開業するとしてもまだまだずっと先のことにはなると思いますけれども、まあ、この北陸新幹線とそれから東海道新幹線が場合によってはですね、京都新大阪で合流するというような行き方ができるような時代がやってくるかもしれません。まあ、車も自動運転などが進んでいったりですね、まあ、電気自動車が進んでいったり、そして新幹線などももしかしたらリニアモーターカーですとか、それから北陸新幹線だとかっていうことでもですね、どん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 アクセスが良くなっていくことによって、まあ、旅行も含めてビジネスも、日本の各地まで、津々浦々までこの交通網が広がることによって、地域格差というものがなくなっていくことが進んでいくといいなというふうに思ったりもします。やはりこの地方と東京ですとか都市部との格差が大きくなっていくと、逆に利用者がですね少なくなったりすると、この交通網を維持するのにまたかなりのですねコストがかかってしまうということになるので、バランスよくですね、いろんな各地の良さというものを引き立てる意味でも、その地方のですね特色を生かして人が集まってくるというようなことが、またそれはそれで続いてくれるといいんじゃないかなというふうなことも含めて、北陸新幹線金沢敦賀間が今日開業ということに学ぶ、断崖絶壁という言葉をですね今日学んでおきました。ということで今日もですね、まずは昨日の日経平均株価の割値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の割値は38,707円64銭、38,707円64銭ということで、一昨日に比べるとマイナス99円74銭、-99円74銭ということですから、100円に満たない、まあ、ギリ、満たない幅でしたけれども、まあ、値下がりをしたということで、38,700円台ということですね。円ドル相場については、1ドル148円57銭から59銭、1ドル148円57銭から59銭ということで、一昨日に比べると71銭の円安、
71銭の円安ということで、148円台に入の半ばぐらいということですね。で、昨日は取引を終えていました。で、今日音読の題材に取り上げたい一つ目の記事については、今日の日本経済新聞朝刊社説の一つ目からで、タイトルは自動車の転換に挑む日産ホンダ提携ということで、今日の日本経済新聞朝刊のですね、一面にも掲載されている記事ですけれども、日産とホンダが技術分野で提携をしていくということで、資本提携はですね、今のところ考えていないということだそうですけれども、新たなですね、このトヨタ勢に対抗する軸として日産ホンダが技術提携ということです。日産自動車とホンダが提携する。両社が手を組むのは電気自動車、 EV やソフトウェアといった次世代の車作りの骨格となる技術だ。両社には100年に一度と言われる自動車産業の大転換を牽引することを期待する。現時点で協力の対象に上がるのはバッテリーやイーアスクルと呼ぶ EV の主要部品と自動運転などの車載ソフトウェアだ。具体的な取り組みを検討するのはこれからというが、共同での開発や調達が考えられる。自動車産業の過去の50連合は規模の利益を追求したものが多かった。1999年に発足した日産フランスルノー連合も主要部品を共通化したり、互いの工場を利用したりするなどして、主にコスト面で効果を上げてきた。日産とホンダの 連合結成が物語るのは競争軸の変化だろう。従来の自動車メーカーが培ってきたエンジンなどの技術に磨きをかけ、規模を追い求めるだけでは今後の自動車産業では戦えない。部品が大幅に簡素化される EV ではこれまでの蓄積が通用する保証はない。ソフト領域に関しては両社とも発展途上だ。電動技術やソフトに価値がシフトしつつある新時代に車に適合した体制づくりが両社の課題といえる。この点で日産のパートナーであるルノーはすでに動き始めている。 EV やソフトに力を入れるため、実質的に会社を分割し、日産との資本関係も見直した。一方のホンダも50連合から距離を置き、独力での事業展開にこだわる創業以来の戦略を転換している。2013年には米国ゼネラルモーターズ GM と提携し、ソニーグループとも共同出資会社を設立。三菱自動車を傘下に持つ日産がホンダと組んだことで、国内に8社ある乗用車メーカーは2陣営に集約される。スズキ、マツダ、スバル、ダイハツ工業はすでにトヨタ自動車と資本業務提携している。新連合には王者トヨタへの対抗軸となって日本の自動車産業を活性化させる役割を担ってほしい。3月15日の記者会見で日産、ホンダの両社長が繰り返したのは新興勢力への警戒感だ。念頭に置くのは海外の巨大テック企業や米国テスラ、中国勢のような新興勢力だ。新連合には従来の自動車産業の枠を超える新しいライバルとの競争をリードしてもらいたい。ということで、話のスケールが大きすぎて、ちょっと一般人としてはですね、仕事という面ではなかなかピンとこないような大きさの話となりますが、それでもですね、日産とホンダが手を組むということになると、本当にどんなことがですね、お互いの相乗効果が出るのか、シナジーが生まれるのかということを考えると、ワクワクしてくるような気もしていきます。そして、国内にある8社あるですね、この乗用車メーカーとしてはですね、トヨタ勢とそれから日産ホンダ勢に分かれて競い合うということで、これはこれでいろいろな意味で、またそこはですね、お互いの競争がいい意味で切磋琢磨することになるでしょうし、この言ったことをですね、繰り返すことによって車社会というものがまた 一歩ですね、階段を上って変化していくということになります。先ほどの北陸新幹線がですね、開業するように、延伸するように、どん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 日本の交通アクセスですとか、それから移動手段というものが変化、それからですね、高度化していくことによることによって、車は車でどのようにまたですね、進化していく道をたどるのかということを考えると、非常に楽しみだなというふうな気もします。そして2つ目の音読の題材としては、今日の日本経済新聞朝刊社説の2つ目からで、タイトルは日米鉄鋼再編を政治化するなということで、
日本製鉄とそれから US スチールをですね、日本製鉄が US スチールを買収しようとすることに対してアメリカでですね、トランプ前大統領とかが反対をしていて、バイデン大統領も似たような発言をされたということを受けての記事となっているので、こちらを2つ目の音読の題材としておきます。日米鉄鋼再編を政治化するな。政治が正当な理由もなく民間企業の経営に介入してはならない。その意味で重大な懸念を抱かざるを得ないのが、日本製鉄による米国 US スチールの買収を阻止しようとする動きだ。トランプ前大統領が反対の意向を示したのに続き、3月14日にはバイデン大統領が US スチールは米国の象徴、国内で所有運営される鉄鋼会社であり続けることが重要だと声明した。日鉄の名指しこそ避けたが、外資による US スチール買収に懸念を表明した。だが根拠がよくわからない。政府には買収を差し止める権限があるが、それは買収や合併で市場が寡占化し競争が妨げられたり、安全保障上の危うさが生じたりする場合に限られる。日鉄は米国の緊密な同盟国である日本の企業であり、半導体に続いて素材分野でも日米の産業の連携が深まることは両国の経済安全保障にとってプラスだろう。日鉄が強みを持つ先端鋼材の技術を US スチールの工場にも展開することで、米国の供給網の強化に寄与するはずだ。今回の買収では米国鉄鋼市場の寡占度が著しく高まるわけではなく、競争政策上の懸念もほぼない。この買収は敵対的でなく、両者経営陣の合意による。日鉄はあくまで買収実現を目指す方針で、それには US スチールと手を携えて買収の利点を関係者に訴えるしかない。とりわけ買収反対を掲げる米国全米鉄鋼労働組合 USW の本意が欠かせない。買収後の経営ビジョンや働く人のメリットを丁寧に説明する必要がある。 US スチールが本拠を置くペンシルバニア州は、今年11月の米国大統領選の鍵を握る接戦州の一つだ。選挙戦が進むにつれて、外資の排除や保護主義的な言説がトランプ氏だけでなくバイデン氏からも飛び出す恐れがある。だがそれは米国にとってもマイナスでしかない。4月に訪米する岸田文雄首相は、同盟国の首脳として米国の官民にポピュリズムの危うさを直言してほしい。ということで、これもですね、日本製鉄が US スチールを買収するという、まあ、企業としての話としてはスケールがあまりにも大きすぎて、私たち一般市民にはですね、本当にその大変さが伝わってこないような気もしますけれども、それでもですね、やはり US スチールが日本製鉄とですね、まあ、この買収ということで、形はどうあれですね、お互いのこの相乗効果、日産とホンダのような関係でですね、お互いをこう高め合うことができるようになるというふうにも言われているので、この辺のところ政府というか、アメリカのですね、バイデン元大統領とか前大統領、それからバイデン現大統領がどのような意図を持って発言しているのかということはちょっと私たちには分かりませんけれども、いろいろな困難を経て、またもしくはですね、ブラフというか、まあこのですね、少しそういうことを含めて US スチールに有利な条件を引き出そうとしているのかもしれないし、どういう意図かは分かりませんけれども、この日本製鉄としてもですね、根気強く自分たちがいいと思ったことなのであれば、その辺のところの理解がですね、きちんと得られるような、そんなこのアプローチというものをしていって、実際にどの程度の時間をかけてこの日本製鉄の US スチール買収が実現するのかは分かりませんけれども、そのような道のりというものをですね、一歩一歩辿ってもらいたいと思います。そして3つ目の音読の題材としてはですね、今日の日本経済新聞朝刊の一面の一番大きな見出しの記事で、マイナス金利解除へ日銀17年ぶり利上げということで、まだこれは正式な決定ではない、現時点では、ですね、正式な決定ではない模様ですけれども、まあ、来週にもですね、まあ、このような流れになるというふうにも言われているので、一番大きな見出しの記事でもあるし、これがですね、また17年ぶりということで日本経済にとっても一つの転換点となる可能性が高くなっているので、こちらを3つ目の音読の題材として学んでおきます。マイナス金利解除へ日銀17年ぶり利上げ。
日銀は3月18日から19日に開く金融政策決定会合でマイナス金利政策を解除する見通しになった。2024年の賃上げ率が昨年を大幅に上回り、2% の物価目標を持続的、安定的に達成できる環境が整った。日銀が政策金利を引き上げるのは2007年2月以来17年ぶり。金融政策は大規模緩和から正常化に向かい、金利のある世界に踏み出す。マイナス金利政策の解除に向けて3月15日、日銀内外で調整を始めた。現在の短期の政策金利はマイナス 0.1%。これを 0.1 ポイント以上引き上げて、短期金利を 0.0 から 0.1% に誘導する案が有力だ。2016年2月に開始したマイナス金利政策はこれで終了する。連合が3月15日に発表した2024年の春季労使交渉の第1回回答の集計では、賃上げ率が平均 5.28% と33年ぶりの高水準となった。焦点だった中小企業の賃上げも 4.42% に達した。賃金の持続的上昇で日銀が目指す 2% の物価目標を安定的に達成できる見通しが立った。日銀はマイナス金利政策の解除と合わせて大規模緩和の柱である長短金利操作、イールドカーブコントロールをも撤廃する方針。現在は長期金利の上限のめどを 1% としている。上場投資信託 ETF や不動産投資信託 DEET などの新規買い入れは終える見通しだ。日銀のマイナス金利政策は金融機関が日銀に預ける当座預金の一部にマイナス 0.1% の金利を適用する仕組み。日銀が解除すれば世界でマイナス金利政策を採用する中央銀行はなくなる。日銀はマイナス金利解除の判断で春季労使交渉を大きなポイントと位置づけてきた。連合の一次集計によるとベースアップは 3.70% で、黒田俊彦前総裁が物価 2% 目標の達成に必要としていた 3% の実質的な賃上げも満たした。日銀はマイナス金利解除を含む大規模緩和の修正で賃金動向を重視してきた。賃金が上がれば消費者の購買力が高まり、物価上昇の持続力が増すためだ。日銀内ではすでに賃金と物価の好循環は見通せる状況になっているとの見方が広がっており、2024年の春季交渉の結果は、政策修正に慎重なリフレ派も納得できる水準と見る。植田総裁は3月12日の参院財政金融委員会で春季交渉の結果を踏まえて判断する考えを示した上で、賃金と物価の好循環がどのくらいうまくいっているのかを点検していると発言。マイナス金利解除に向けた見極めが最終段階に入っていることを示唆していた。ということで、記事はですね、もう少し続くんですけども、大体、重要なところはここら辺あたりまでかなということですが、私たちがですね、このマイナス金利がどのような影響があって、そしてですね、金融緩和がされていくと、金融緩和が終わるというか、金利が実際につく世界になるとどんな世界になるのかということ自体はですね、ちょっと体感的にもわからないので、このでから先のですね、世の中がどのように変わっていくのかということもまた改めて私たちの年代になってからでも、日々が勉強だなというふうに感じたりもします。このですね、実際に来週にはまた改めて詳しい記事というか、正式な発表があれば、きっとそれもですね、記事として解説してくれるようになると思うので、改めて来週以降にも、この件に関しても学びを続けていきたいと思います。ということで今日は2024年、令和6年の3月16日の土曜日。今日という一日も本当に地味で平凡で取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。